き亭はちみつの8チャンネル。僕なんで今回これがやりたくなったかと言えば、なんて言うんだろうな、絵本を作りたいのよ。でこの絵本が、例えば、富士山噴火であるとか、僕一番最初やりたいのは、南海トラフ、30年以内に来ると専門家が言うてんねん、っていうものって来た時にみんなが慌てふためくわけやん、でも悲しいかな、東日本大震災の時の津波、100年前に同じ津波が来てんねん、けどその時のことを知っている人は、もうこの世にいてないのよ、年齢的に。なるほど。でおじいちゃんおばあちゃんなんかは、噂でちっちゃい時にじいちゃんばあちゃんから、こんなあったんやでとか、ここにそんな石碑があんねんで、っていうのをなんとなく聞かされてるけれども、今の世代には伝わってなかったわけや、起きてから、そう言うたら昔100年前にこんなことがあったんやって言われてハッとしたわけや、っていうことは100年後に来てもおかしくないわけで、そうですね。で南海トラフに関してはこれ僕の知識やから間違ってたらあれよ、ただ僕が調べた限りで言うと、600年ぐらいの周期で、とてつもないでかい地震が来てんねん、この波の今この今ここやねん、だから専門家は30年以内に来るんではないかと言われてる、で俺の独自調べでは、600年ぐらい前に来てから海の中の地層がこう動いて分かんねんて、どれぐらい前に来てるっていうのは、で今400何十年経ってんねんそっから、ということは、地球の歴史で考えると、もう200年600年に1回来るというものの、誤差の範囲に入ってんねん、そうですね、この400年ということは、ということは今の時代に来なかったとしてもね、絵本として残して小学校なり図書館なり、これウェブでもええねんで、っていうのを面白かしく、何を隠そう、落語家なんです僕は。面白かし絵本が作れたらね、えぐ、これめちゃくちゃいいプロジェクトですね、先生、先生、そうでしょ先生、え先生、先生、いや先生です、もちろん、いやいやいや勝手にやってるってだけです。いやいや、そんな、これをね、僕はだからもうこれはあかんのは、知識がないのにもう先走ってんのよ。だこれを専門家の先生とかにもちろん聞きながら、データをもとに南海トラフが来た時にどこにどれだけのダメージが来るのか、例えばどこそこにこれだけの津波が押し寄せる可能性がありますよというのを分かってたら、逃げる場所、例えば、どこそこの地域やったらこういう逃げる場所があるので、そこさえ頭あったら、いざとんでもない地震来ました、津波が10分後に来ます、でこれって今ってもうすごいやん、科学が、データが、ほんなら10分後に来るとてつもない津波のことが分かんねん、10分前に、ですごい発信力があって携帯にも来る、10分あったら逃げれると思うねん、確かに。だからその生きるための逃げる場所であったりというのを小学校の時から頭の中に入ってたら、パニックになるかもしれんけど、僕らでも例えばひょうたん山に逃げなさいって仮にね言われたら、なんかわからんけどとりあえずひょうたん山の方へは向かうわけや、極端なこと言うや、例えばやけど、でビルの3階以上に逃げたら助かりますって言われたら、近所のビルの3階以上のところを、まあ、見つけといたらええわけや、っていうのをね、何かこう各そういう地域小学校、役所を巻き込みたいんやけれども、そのためにはこっちから動いていかなあかんけど、絵本を作るのが思いのほか予算かかるっていうのを聞いたのよ、なのでこれをクラウドファンディングで予算を集めて、例えばそういう絵本、でこれを栄養誰に書いてもらうかとかいうのも含め、いろいろやっていけたらなっていうのがあんねんけど、なるほど、めちゃくちゃいいですね、ちょっと壮大すぎて、本当途中先生でしたよ、講義講義だと思ったすごい、あ、そうなんやと思いましたでこういうことが可能なのかどうかを聞きたかったね。そうですね、なかなか長期的なプロジェクトですね。長期だよこれ。多分その1ヶ月や2ヶ月で、わーってやってわーって集まってできましたとかには
ならなさそうな。吉本がやってるファニーって2ヶ月なんですよ、うん、あのマックス期間集められる期間が、うんうんうん、まあ、でも2ヶ月経ったらまた次の日に違うプロジェクト立ち上げたら継続はできるんですけども、うん、一旦1個のプロジェクトが2ヶ月なんで、うん、いきなり絵本にするんじゃなくて、なるほど、例えばですけどそういう風なことを一枚一枚の絵から作っていったりとか、最終的に絵本にするための最初を作りたいっていうプロジェクトを立ち上げて一個ずつ作ったりとかして、ほんならこれやるのはいきなりポンってやるよりある程度集めてからやった方がいいと思います。あのお金じゃなくていわゆる出版社とか書く人とか、なるほど、ある程度できて、でこれをはちみつさんの人脈を使っていろんな人に知ってもらって、ポンって始まった時に、うん、よっしゃって言ってくれる人を先に集めといて盛り上がってるやんっていうのを演出したら次多分続きます。何も今まま始めちゃったらなんかぬるっと始まるじゃないですか、僕あのこれやる時に最後目標、本出そうと思ったんですよ、うん、でオンライン芸人っていう本出して、うん、僕みたいな知名度でアマゾンランキング2位取れたんですよ、でこれはこの日に発売するからっていうのを1年前から振ってたんですよ、ずっと、でこの金額は全部コロナ禍の医療関係の人たちに寄付するからって言って、で売り上げも僕1円もいらんからこんなんやりたいですっていうのをやって、その日にズドンって買ってもらったんで、いきなりアマゾン新着ランキングドンっていったんですよ、でも売れてる数で言ったら3、400冊ぐらいなんですよ、何千万部とかじゃないんですよ全然、でもその一瞬でドンっていってアマゾンランキング2位の作家になったんですよ。へえ。でもやり方次第で全然数も少ないんで、こんないいプロジェクトは知らない人もったいないんで、絶対自分らの子供に当て込んだら絶対あった方がいいじゃないですか、その絵本、はちみつさんが作った絵本見て、あこれやったら何かあった時大丈夫だよねっていうのを2歳3歳の子に読み聞かせて、それが引き継がれていくってめちゃくちゃいいんで、やったら、そうですね、まず知ってもらって、ほんでリターンの方は楽しく考えていかはったら全然いいと思います。例えばどうな、さっき言ってくれたやん、そうですね、2人で喋る、まあ、今やったらズーム、あとどんなやってるのみたいな、リターンって何があるの？僕はモノポストカードを作ったり、で僕らやっぱ若手芸人の所属させてもらってるんで、ファンの方々がいらっしゃるんですよ、グッズとかまた比較的買っていただきやすい状況やったんで、はちみつさんとかやったら何がいいかな、時間、そうですね、物より時間な気がします。はちみつさんの物は買ってもらわれへんってこと、俺いやそんなわけじゃないですけど、今の言い方、僕たちは若手のあれでファンの方いてるんで見せようか、俺の数少ないファン、はい、数少ないんかい、やっぱり、やっぱりじゃないね、金持っとるぞ、でも金持ってるファン、あでもその僕ら買ってもらうグッズって薄利多売なんですよ、その安いもんで、たくさんの人にっていう、はちみつさんのファンの方って多分そっちを求めてないというか、少ないもので高いものの方がいいと思うんですよ。なるほど。ブランドがある方がいいというか。だからそういう意味ですよ。その誰も買ってこないわけじゃなくて。いや、さっきの言い方やったらなんか僕らはファンいてるんでこうやってグッズ売れますけどみたいな。違う。そのでもそうか。はちみつさんのグッズって売れますかね。どういうことなの。いや確かに作ったことないよ。吉本から話も来たことないよ。そらプロが頼んでこうへんねやから、売れへんねやろ、そら。僕らも頼まれたことないです。なんで、その、少額が目標やったから、売れた風に見せてるんですよ。実際、僕らのポストカード、200枚しか売れてないです。全国で。単独ライブ埋めんの300人、大阪付近の人らが集まってくれるのに、僕ら、ネットでやって最初200枚ぐらいしか売れてないです。それってそんなもんなん、それは。はい。いや、もう、恥ずかしかったですよ。でも1個2000円やから、まあ、それで40万円集まる。あ、でかいな。でそれをもっと買ってもらうにはどうしたらいいやろうと思って、僕そのポストカード全部第8弾までやったんですけど、毎回デザイン変えて、あのドラゴンボールの背拍子みたいにくっつく絵にしたんですよ。で全部集めたら1個、コロナがこんだけ楽しかったよねってできるよねってなって、結局何枚売れたんやったかな、3000枚ぐらい売れた。お、すごいや、はい、全然僕ほんまにファンの方いなくて、単独やる時とかほんまに20枚しかチケット売れないんですよ、僕ら。全然人気ないんですよ。やのに なんか巻き込んだから、これやろうと思うねんっていうのをまずみんなに見てもらうのが大事。それはどこで発表するの？僕の YouTube とか、あ、そういう感じ、配信とかで、作戦会議っていう名前だけにして、次こういうことやろうと思うんですけど皆さんどうしますかっていうので、 LINE でね、今オープンチャットってあって、LINE グループをいろんな人と作れて、でもアカウントにはたどり着かないんですよ。例えば今配信見てる人たち、今からつぶやくツイッターの URL で、オープンチャット入ってくださいって言ったら、もう LINE グループに入ってこれるんですよ。
なるほど。でも別にはちみつさんのアカウント叩いてもはちみつさんのアカウントはバレないというか、おーおーおー、匿名性があるんですね。 LINE の中のフリースペースみたいなのね、はいはい、なんでパソコン見ながら LINE しながら作戦会議を一緒に参加できるんですよ。今のプロジェクトを例えば上村くんがやるとすれば、はい、どっからどう動くの？マジな話すると、うんうん、僕西野さんに相談します。あ、西野に、はい、絵本出しはるから、でこの作戦はどうかなって聞きます。なるほど、はい、緊張するやん。でもそんなちょっと待って、え、先輩ですよね。いや俺の先輩やね。で西野とは大阪でもレギュラーやってたし、俺はものすごい西野に対しては好意的やし、はい、西野も好意的やと思う俺には、はい、いや全然どん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 なったら一番早いかもしれないです。マジ絵本にこと関して、いやでも緊張するわそれ。緊張すな、もっと名前あれしてや、もっとチャウスしてや。いやそう緊張するやん。それで僕その名前出たらこの人に失礼じゃないですか。緊張せえへん人が言われて電話すると緊張するやん。そんな、いや他のちょっと案出して。あの小学校とか幼稚園の先生とかで、うん、こういうのどうかなっていう風なのを伝えて、うん、反応を見るっていうのもいいと思います、うん、あ、めっちゃいいねそれってなってくれはったら、うん、またやるんでよろしくお願いしますっていう、まあ営業になるかもしれないですけど、それをお伝えしていって広まっていった方が。でも一応さ、俺がもし行ってよ、はい、学校、はい、こんなやりたいんですって言って、はい、それはあかんわっていう人おらんやろ多分。一応みんな言ってくるやん、いいですねそれって、ほんまにええか別として、はい、だから実質俺が動けるところで言うと、はい、何これもう全部 YouTube で言っちゃったからあれなんですけど、うん、絵本作るって最初言わんかってもいいんですよ、プロジェクト内緒にしとくというか、うん、災害系が来るとき怖いから子供に知ってほしいよねっていう話から進めて、うん、最終的に絵本にすりゃいいんじゃないっていうドラマを見せた方が売れると思います。今見てる人はこれ聞いてないふりしてくれるこれだからこういうのを有料とかにした方がいいんですよ。見てくれてる人はもう大人やから、はい、聞いてないふりしてくれてるよ、こうやって。いやすごい、こうやってこうやってるわ。いや見てはください。そういう作戦もあるってこと、ね、とか。なるほど。僕出版社をさっき見つけるというよりかは、うん、そのプロジェクトめっちゃいいじゃんって思ってくれる人を集める方が先な気がします。なんやったら向こうから声かけてくれるパターンあるんですよ、うん、そのプロジェクトぜひうちの出版社でやりませんかとか言ってくれた方が、うんうん、それはどうしたいの。先輩であったり、うん、お仕事一緒にされてる方々とこういう話して、うん、まあ、クラウドファンディングで災害の怖さを子どもたちに知ってもらおうというのを考えてるんですよねぐらいふわっと知っていただいて、うんうん、お仕事の合間とかでそれをおしゃべりしてっていうのから始めていった方がいいと思います。これ結構長期プランだな。いや僕これいきなりやらん方がいいと思います。あ、そう、僕らの単独ライブと全然規模が違うというか。あ、そうか。だ俺ももう知識がないから簡単に、あ、これでパッとやってできるのかなと思っとってんけど、そうじゃない感じやね今。時間かかるから。そうですね、時間かかるですね。だからまあ YouTube なのか何なのか、そういう動いていきながら人材をまず集めたり、はい、っていうところで最終的に予算こんだけかかるときに皆さんクラウドファンディングというのを使わせていただいて、うんうん、お力貸していただけたら、そうですね、何かしらのその時の浸透の加減とリターンによると思いますね。渾身のリターン教えて一個。でも1時間独占券やと思うけど。そんなんほんま渾身それ。俺やで渾身。グッズ売れますかね。グッズ売れへんねん。グッズとか絶対あかんねん。あとはもう皆さんの善意にかかってるから。落語家さんを好きな人たちが何を好きかをもう一回リサーチして考えた方がいいかもしれないです。だって、まあ、話残しは俺のやけど、はい、落語好きな方はこれもう見てないと思う。申し訳ないけど。そっか、うん、そっか、俺のこと見てない落語好きな人は。そうか、米朝一門のページに行ってると思うから今。落語好きな人は。そうですね、なんかターゲット先決めた方がいい、うん、ターゲット決めんの、はい、どんな人がこのリターン買ってくれる。例えば僕のポストカードって、うん、多分ラフ次元が好きじゃなくても買ってくれたんですよ、うんうん、なんかおもろいことやってんなとか、うんうん、あ、無料で単独ライブ見られるんやったらまあ一応やっといてあげようかっていう、うんうん、僕たちに興味のない人たち用商品リターンと、うんうんうん、僕と1時間喋れますよなんか、うん、僕らのことすごい好きじゃないと買ってくれないじゃないですか、うんうん、っていう風になんか2パターンね。2パターンと、ただただ支援したいっていう、うん、リターンを作った方がいいです。もう何もこっちはしないですけど、うん、本当にありがとうございますという、例えば動画だけ送らせていただきますとか、メールだけは必ずとか、直筆で送らせていただきますみたいなのを10万とか50万のリターンで置いとくべきです絶対。そんな優しい人おんの世の中に。います。
お金持ってる人って俺あれに払ったってって言いたいんですよ。へえ。今これでもここで言ったらさ、その人いやどんなやめとくわってなれへん。逆やと思いますよ。はちみつさんを可愛がって上の方やった、はちみつくんが言うんやったら俺出させてよっていう人がいたら、おんの。いや絶対あると思いますよ。はい、いやその値段にもよりますよ。そんな急に100万も200万もってあれですけど、僕マックス5万円のリターンは2つ売れました。あの何もしてないんですよ僕ら。ほんならさ、俺ちょっと壮大な話だけど、お試しなんかやった方がいい？どう？僕は先にそっちの方がいいと思います。その方がいい？はい。でこんなんでやってんねや、あんなんでやってんねやって言って、実はこれこのためにやってるんですっていうのは小出しにしておいて、あそうなんだって。行列練習がてら、練習クラウドファン、そんなんで金出してくれる？練習クラウドファンディングって言うて、はい、言っちゃダメですよ練習って。いやもう言ってまうねんそんな言うな。うおどうしよう、言ってまうねん。言っちゃダメよ。なんで言うの？練習とかお試しとか。いやかよな。いやだからちょっと待って、もうどうする？ほんなら俺それ隠してやっぱりもう4000は練習やのに、なんでみんながそんな1万円とか出してくれたらさ、練習や、はい、練習やでこっちは、はい、それはさすがにあれやな。その金額を全部後半に持っていくっていうのも言っておけば、あの絵本を作る時のための費用として全部貯めますっていうのを言っておけば、使ってもうたらどうするのそれ。だバカそ何考えてるんですか。コロナ禍でさ支払いのなんかで使ってもうたりとかさ、もしかしたらはちみつさん後輩に夢持たせてくださいないの夢はない、夢なんかないと感じた俺はそうか。だからでもクラウドファンディングのシステムは分かったわ。はい。なんでプロジェクトはもう最高なんで、ああリターンといきなりそのプロジェクトをやるかっていうのはじっくり考えた方が、はい、で僕は絶対お時間を売るべきやと思いましたし、いやちょっと、まあ、動き出してみるわで、はい、クラウドファンディングというところにたどり着くまでのまずちょっと動き出すわ、はい、でいざこってなった時にまたちょっと貸してる力、全然何でも、うん、はい、で皆さんにももちろん力をお借りしますけれども、はい、まあちょっとそういう感じで、はい、動いて。いやプロジェクトが良すぎたわ、はい、あれエグいっすよ。なんて言うんだろうな、だんだん年齢かもしれんけど、はい、世の中のために何かやりたくなってきてんのも確かやね。何か自分でできることってなった時に、はい、何かこう、でもそれには大きすぎて話が、はい、自分一人で何もできへんから、はい、あ善意というものを前に持ってきたら自分も動きやすいし、うんうん、賛同してくれて大きなったらいいなと思ってる話が。そうですね。だってこんなん会社でやるプロジェクトやもん、個人でやるにはでかすぎるというか。そうやろ、はい、でも今ので言うとだからそういう支援してくれる人がいたらこれはできへんこともないなと思うねんな、はい、そうですね。何よりその絵本を買ってくれるっていう人たちを一人でも多く増やしておいた方が後々、うん、はい、絶対ムーブメントになると思うんで。よし、わかった、ありがとう。ちょっと今日はすいません先生、勉強になりました。いやいや、めちゃくちゃ勉強になりました。僕今日めちゃくちゃ失礼なこと言ってますよ。全然失礼じゃない。ほんまですか、グッズがどうとか。いや全然大丈夫、めちゃくちゃ勉強だったわ。ちょっとほんまずっと膝震えてるんですよ。いいえ、もう逆にもっとあのバラエティーな感じで呼びたかったぐらい、ほんまはな。でもこういうちょっと申し訳ない、めちゃくちゃ恥ずいわ。いや申し訳ない、ほんまにこのスーツまで着させてしまって。いやいやいや、もう。はい。よし、ちょっと、ほんなら動くわ。はい、ぜひ、付き合わせてください。見せてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。次回も見てねー。